めた？よろしくお願いします。おはよう、のどか。今何時？こんにちはって時間よ。もうお昼間近だもん。それよか、だいぶうなされたみたいじゃない？え、ちょっとね、嫌な夢見たの。また男に振られる夢？もう、実生活と合わせて何百回目よ。ほっとけ。横浜行くんだ。うん、午後からピューッと。なんか買ってくるもんある？豚まんとシューマイ、それといい男。いい男以外は引き受けたわ。横浜ってまたラオシューさんって人のお店？そうよ。ちょっとスクープご無沙汰だから、久しぶりにネタを買おうかと思って。なるほどね。でもすごいよね、写真週刊誌業界って。スクープのネタを売る商売まであるんだから。でも結構な値段なのよ、情報料。貧乏なフリーカメラマンじゃそうちょくちょく利用できないってわけね。はっきり言うのね。そうそう、貧乏な私としては衣装持ちのルームメイトにちょい頼みがあるんだけど。おやまた。あ、ぴったりじゃん。助かった。のどかは毎度オンに感じてます。さすがさきちゃん、スタイルいい。実を言うと私にはちょっときついのよ、このスーツ。それって自分の巨乳の自慢してんの？違う違う、うん、ほんと羨ましいのよさきちゃん。いい女ちゃん。ありがとう。行ってくるね、母さん。さきちゃん、のんびりしてると遅れちゃうよ。大丈夫、もう出るって。また車で行くの？もちろん、だって早いんだもん。そりゃあんたが点数なくすほどの走り屋だからでしょうが。点数なくしてたら今頃乗ってないわよ。なんだ。お待ちしておりました、北沢さん。お久しぶりね、ミスジャンマー。ラオシュが待っています。さあどうぞこちらに。おお、お久しぶり、サキさん。いつ見ても美しい。ありがとう。サキさん、どうかね、そろそろあなた仕事継ぐ気ないかね。あなたのお父さん、それはそれはいい仕事してたよ。私の国昔たくさんの争いあったね。その時あなたのお父さん、私の国でたくさんの写真撮ったよ。あなたのお父さん有名な報道写真家なのに、あなたは芸能スクープ専門のカメラマン。これちょっともったいないね。なんならそっちの商品があるけど、どうかね。うちは政財界の情報も強いよ。新聞も雑誌もネタに困るとみんなうちに情報を買いに来るくらいね。結構です。お、どうしてかね。私、父を恨んでますから。確かに父は有名な報道写真家でした。でもそのせいで私と母さんは死と隣り合わせの生活を強いられたんです。そして、母さんは幼い私を残して死にました。行方不明の父もおそらく生きてはいないでしょう。あの時父がそばにいてくれたら。なるほどね。あなたにとって芸能スクープを取るのはお父さんへの復讐というわけね。そういうことなら最初の約束通り芸能界の情報を売りましょう。え？しかしサキさん、時間にルーズなのは良くないね。実は今日はあなたのために商品3つ用意した。でもサキさんが時間通りに来てくれなかったから、そのうちの2つ他のお客さんに売れてしまったよ。そんな！
残った商品は一つ。でも残り物には服。それ一番大物のネタ。来日した外国人アーティストの極秘恋愛ね。買うわ。では、取りなさい。え？ジルサウザーって、あのミュージシャンのジルのこと？そう、彼日本の友達に招かれて極秘来日している。秘密の恋人も一緒にね。二人の決定的瞬間をものにできれば大スクープだわ。これは？ジルサウザーを囲んで開かれる秘密のパーティー招待券。ただし偽物ね。相変わらずよくできてること。いけてるいけてる。いい線いってんじゃん。こんだけいい女じゃ男が寄ってきて潜入取材どころじゃなかったりして。さて、いざ出陣。ん？うわぁ、いい男じゃん。今日のバッチ式また私ならいけるかも。げ、何やのおなかん。めっちゃ親父。全然範疇外。ああ、嫌になっちゃ。さて、お仕事お仕事。ん？と何よ、まさか同業者？うわ、だったら絶対まずいじゃん。高いお金払ったスクープ横取りされちゃったらシャレになんないわよ。よし、誰か誰か来て、早く誰か。どうしました？怪しい男が中を覗いててあっちの方へ逃げたんです。逃がすな。さて、どうやらあれもあれも多分あれも警備員さんだわ。チェックチェック。あの目知ってる。あの目は。そうよ、あの目は小さい頃に見た兵士たちと同じ目。お客様、このチケットですが、お帰りの際に記念品の交換券を兼ねておりますので、どうぞお持ちください。そうでしたわね。どうも。どこ？ジグサルザーどこなの？はあ、こんだけ人がいるとさっぱりわかんない。お客様、偽のチケットをお使いになりましたね。写真を撮らずにのこのこ帰ってくるやつがいるか。スクープを台無しにしやがって。すみません。こっちは高い金払ってんだ。もういい。許してくれるんです。